私の魂はワクワクと午前3時に目が覚めましたが、ボールがグラブを突き破るのを見ると体からも魂が抜けていくようでした。グローブをすり抜ける。文字通り最高のパドレシングです。お笑い野球です。明日もよろしくお願いします。これがパドレスだとはみんな知っています。たった一度の悪い試合に過剰反応する人たちを見るのが信じられない。我々はスランプに陥っている。しかし、このチームがプレイオフのチームでないというのは馬鹿げている。ドジャースは強い。ただそれだけだ。ご心配なく。まだスプリングトレーニングだ。ブルペンの問題を解決して、開幕までにもう一人外野手と契約すればいい。行くぞ、パドレス。そうですね、確かにドジャース戦は順位に含まれないかもしれません。グローブの故障がこの一戦の分かれ目。皮紐が切れたのだ。ドジャースファンはさぞ愉快な1日を送るだろう。我々は死んだ顔で生産性のない仕事をするだけだ。タキスを韓国に残してください。彼は KBO でまだまだスプリングトレーニングが必要なようです。非常に長く苦しいシーズンの始まりだ。クソ、ドジャースファンに生まれてこればよかったのに。長いシーズンになりそうだ。ドジャースファンに神戸を垂れる日々が続きます。すみません、私はドジャースファンになりました。このチームはクソです。私は大谷とベッツの打席を楽しみます。今年も野球の神様は我々に中指を立てた。ドジャースのクソったれに負けるなんて。